ジョイントスパーカースト。変革への道。こんにちは、伊藤丈一です。今日のゲストは初代デジタル大臣の平井卓也さんです。平井さん。ありがとうございます。はいはい、こんにちはよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。で、平井さんは最近、あの、自民党の、これデジタル社会推進本部っていうのの、あの、トップをやっていて。で、今メンバーと一緒に、N. F. T. ホワイトペーパーっていうね、まあ。 全体の話があったんですけども、すっごいよくて、英語版をもうみんなに配ってるんですけども、なんかあれをこ作るなんかきっかけとかエネルギーって、どこら辺から来てるんですかあの、まあ、去年ぐらいからその、まあ、Web3 とか NFT とか、いろんな方からいろんな話を聞いて、でまあ、いろんな質問も受けたりするんだけど、私はあんまりあの当時は知らなくてで、これはまずいなと思ってその、 デジタル社会推進本部で1月に年明けてチーム作ってみんなやるぞって言ってスタートしてでまあ担当を決めてそのホワイトペーパー組ともう一つはスタートアップの提言を作るっていうチームも作ったりしながらそのまあやったんだけど結局あの自民党のデジタル社会推進本部っていうのはこれ 過去の歴史をさかのぼってもやっぱり最先端のことに取り組まなきゃいけないっていう使命があるあるんでうん、うん、まあそんなことでこれはもう他はやらないからうちがやるしかないっていうので、うん、まあ一気にやり始めたら、うん、まああの若い先生方が燃えてうん、うん、もうすごくいいでしょ今回のホワイトペーパーも。うんうん、もう本気になっちゃってそしたらまあ周りのいろんなその弁護士の。 若手の弁護士の皆さんとかもう協力者がいっぱい現れて、うん、また何て言うかないろんな皆さんのこうヒアリング、うん、まあジョージさんからもヒアリングしたけれどもヒアリングすればするほどみんなこうやらなきゃっていう気持ちになってっていうことでであの、私も昔からですね常に最先端新しいことを一手に引き受けてきた政治活動だなというふうに振り返るとうん、うん、まあやって当然って思ってます。うんうん でもあれすごいスピードだよね、1月って言ってました去年は結構みんな何も分かってなかったない今、結構この間、平さんとも話したけど、結構みんなそれなりに平井さんももう普通に喋ってなんかこの間、山越村のやつを平井さんに教えてもらったなんか結構いろいろ情報キャッチアップできているような感じす情報が集まるようになっちゃって、今日も Web3 系のいろんな。 会議の提案とか、うん、もう毎日のようにあるんだね。なるほどで、私と、ま、平議員とで大体引き受けてるんだけど、うん、まあそんな意味であの多くの人たちが関心を持っているし、うんあの、自民党に行くならこっちに来るっていうことであの、特にこっちから何かを追いかけなくても、毎日いろんな情報に。うん、なるほど、うん で多分普通の日本人も僕僕ももちろんあんまり日本のこと分かってないからなんだけれどもその自民党の中のこれは勉強プロジェクトチームという位置づけででまだ続いてるんですかいや続いてますあれはホワイトペーパーはこれからもずっとバージョンアップするしもああ今日、まああのまあ、私の後任の牧島大臣ところに、うんうん、あのペーパーを持って申し入れ行ったりしたんだけどあ<ー>まあ常にその新しい ことをやり続けてるし実はここの提言っていうのは非常に重くてデジタル庁は2020年の提言を政府に出して、はい、それでデジタル庁できちゃったわけで今までもあの2014年の例えばサイバーセキュリティ基本法 うんうん、これもこの委員会っていうか提出<ー>で2016年の官民データ活用推進基本法うん、うん、これもあの議員立法で我々がやったし私ずっとやってるんですよねそんなことを。うん、まあなのでその、まあ、今回はこの自然な流れでやれてるって感じで,すで。でその,その自民党の中の会のアウトプットが総理に行ってそこから官僚組織に こう落ちていく今、そういう、こ,この間、岸田さんがスピーチで、なんかすごいウェブ3とかブロックチェーンとか言ってたんですけれども。デジタルサービスは、新しい付加価値を生み出す源泉であり、日本のち地方が直面する少子高齢化や過疎化といった課題を解決するための鍵でもあります。 ブロックチェーンや NFT、ノンファンジブルトークン、メタバースなど、Web3.0 の推進のための環境整備を含め、新たなサービスが生まれやすい社会を実現いたします。その際、テクノロジーの進展に合わない制度や規制は大胆に見直す必要があります。 昨年発足したデジタル庁の下、4万以上のアナログな規制を洗い出し、3年間で一気に見直す、大改革を今、進めていますだって、先進国で一番ちゃんと喋ってるのがすごいなと思ってこれ,これあの、まあ、総理に私も直接ね、平さんなんかとそのこのペーパー書いた若手と一緒に行って。うんうん もうすごく理解が早くて、うん、まあ、うん、周りの官僚が困ってたって感じですね。うん、そう。<laughs> そう <laughs> でも外国の人たちに僕は日本で Web3 のファンドして Web3 やるんだとかね、うん、ええとか言ってて、でもあのツイート見たらみんな、あ本当変わ<や>るのって、もうすごい期待が。総理が言っちゃってるわけで、うん、で、あれって新しい資本主義の中に完全にそのパッケージと,し,、うん、として入ったので。そうそう やるんです、うん、だ,だからみんなずっと去年ぐらいからこの新しい資本主義で何とかこの <laughs>、うん、なんああのあの経済成長どうすんのとか言っててで今度あこういうことだったのかみたいなあの去年から考えてたよいうなや,やまあ、うん、これ我々は考えてたんだけどそのまあ新しい資本主義とか資本主義のバージョンアップっていう言い方にしてまんだけど、ねうん、もうこれはもうまさに 今回の DAO の考え方であるとかうん、うん、地域課題解決をしていく新しい担い手の育成の話とかまさに、えー、あのデジタル田園都市国家構想っていうのにぴったりなんだよねうん、うんうん、そうですよね、うん、まあそれもあってこの1月も一気にやろうってことにしたんですなるほどでここからどうなるんですか今いろんなあの館長の方に各その,各その 担当分野みたいなところにいろんなアイデアがいってそこから何か法律を作るプロセスが始まるんですかあの、ね、あのウェブ3に関してはすぐに法律ってはたくないと思うんだけどまず一つはウェブ3に関する情報を一元化して扱って結局今政府っていうか役所にどこに相談に行っていいか分かんないじゃないですか今は代わりに自民党が一定に引っ受けてるんだけどうん、うん、ワンストップで そのウェブスル関連の話に関してその政府として相談できるその体制を作るっていうことになるはずでこれも近々また総理のところに行くんですけどねその体制作りに関してあとあとはスタートアップまあこれも同じように体制を作らないとこれはまあ経済産業省とか総務省とか 内閣府とか文部科学省はまあいろいろやってたんだけどうん、うん、結局みんなバラバラでだめなのでうん、うん、これもうワンストップの窓口うん、うん、これは担当大臣作れっていうことを言ってます、うんうん、っていうのは Web3 もスタートアップもものすごいたくさんの,あの分野をまたがうから、うん、今までやっぱりどこに行ったらいいかっていうの分かりづらいですが、ね、Web3 はあのその情報の司令塔としては、えー、デジタル庁を考えてます。 デジタル庁で全部できるわけじゃないので、デジタル庁を中心に情報収集して、まあ、海外との接点も作って、うんうん、各日本の省庁にその指示を出していくという形を取ろうと。なるほどそこにジョイさんもごめんでで手伝えるところがあったら言ってください。<laughs> さっきあの、平井さん、この法作りはまだすぐは始まらないっておっしゃってましたけれども、うん、結構、このポッドキャストにもアントプレイナーたちを呼んで。 インタビューしてるんだけれども結構もう海外に行っちゃってるんだよね日本でできないからでやっぱ法律変えないとでホワイトペーパーにも結構細かくやんなきゃいけないこと書いてると思うんだけどもこれってあ間に合うと思うあのねそのガイドラインの見直しみたいなこと、うん、これでも随分違うと思うしあの税制え例えばガバナンストークに関する課税なんかは、うん、あの今年、うん、その結論を出すと。 そう思いいますす本当ご今年出さないと多分間に合わないそうですよねと、うん、いうかそもそもできないからねあとホ<の>、うん、ワイトペーパーに書いてあったあの例のねあの、まあ、コピーライツの話とかああいうのって結構やっぱりまだ時間かかるよねすぐにすっきりできないんでだからできることからやっていくっていうことじゃないかなっていうふうに思いますうん、うん 今新しいそのこの話をどっかに持っていくとしたらデジタル庁しかないと私は思っててあとはまあ金融庁とか財務省とか経産、うん、省とか総務省も参画しなきゃいけないんだけどあと本当に結構各省にも若手でハマってる人たちもいるんでうまくそれが、うん、あの横串でネットワークできるとすごいパワーがあると思うんですけどね。 そそうなんだけどそのもう役所の組織って日本はもう本当に年功序列なのねであのもうこう何年に入賞したかっていう,うん、うん、このヒエラルキーはもう全体崩れてないんですよ。なので若手でやってる人たちが拾い上げないと。うんうん 上に潰されちゃうっていうことがあるんで、まあそこをまあこれ大学も会社も同じ同じうんまあ唯一その自民党がそれがないねそうかもしれないですね若い人結構特に最近多いですよねだから今回は当選一回の議員が大活躍っていうことで私のようには八回当選してる人間と一回の人がもう一緒になってもうチームで今もうファミリーみたいになっちゃってるけどまあ そんなフラットな組織でだからできたと思うしデジタル庁は今そ,それ悩んでんだよね。よね民間の人が来てフラットな組織を目指してるんだけどもう何年もそのヒエラルキー,ーハイラルキーの中でそのもう習慣づけられてるとうん、うん、やっぱりこう入賞年次なんかが頭にきてでフラットなコミュニケーションができなくて。うん あとやっぱりキャリアの人とそうじゃない人たちってやっぱりちょっとあのなんだろうカテゴリーが違っちゃうのかなかなか簡単には直らないですけどもらないよ、ね、もうあ,ああいういろんなねがあの民間人でもいろんな専門分野が違う人が集まってでその、まあ、役所の皆さんも各省各いろいろな部署によって仕事も違うし 経歴も違うし、うん、ただまあ役所の中で生きてきたっていうそのキャリアがあってそういうものを一緒にして働くっていうのは、うん、これね、まあ、あのデジタル庁を作る時にもジョイさんにさんざん相談したんだけど、うん、まあやってみなきゃ分かんないし、うん、デジタル庁自体がもうスタートアップそのものなんで,、うんでね、ただこの今ちょっとカオスもあったりするんだけどこれはもう想定内だなっていう、うん、思うんだけど。うんうん まあマスコミは叩いたりするけど、でもめちゃくちゃ優秀な人たちがい,ている,いるで、プロジェクトの中でもすごい面白いのあるんで、うん、なんかそこをもうちょっと、ね、ちゃんと表でピックアップしてくれるといいなと見ると思うんですけど、ねいや。今日ね、あのデジタル庁に行って行ってきたんだけど、もうとにかく仕事を楽しくしてくれと。うん、もう皆さん、無理やりやらされてるって仕事はデジタル庁ではないと。うん、そうじゃないと。 もう次の民間の人たちだって入ってこないじゃない。そうだよね責任と残業ばっかり押し付けられるような組織。で、それはね、ミッション、ビジョン、バリューってデジタル庁の組織の中の本当にこう、なんていうの、文化を作るためのルールがあるんだけど、それはもう守っていけば絶対そうなるはずなんだけど。ただまあ 難しいね、人間同士だからやっぱり仕事がいっぱいあるのも大変だよね。であそこはねちょっとキャッチャーばっかりやりすぎちゃったので何ん、うん、か不具合があるとデジタル庁アプリ作れって言ったらデジタル庁で各省庁の,その昔の古いシステムを変えなきゃいけないって言うとデジタル庁っていうことで、うん、キャッチャーばっかりやってたらデジタル庁って600人しかいないわけでもうピッチャーになれと。うん あと日本ってそもそもなんか IT やってなんかこうなんていうのかなあのお手伝いの人に思われちゃってで,で現場にいるとなんかサポートの人みたいななんか感じになっちゃうで本当は結構制作の話できる すごい優秀な技術者いるんだけども、うん、なんとなくこう現場に入っちゃうとなとなんか大きい話に時間もないし引っ張り出されないっていうのが僕ちょっともったいない人もいるのんですよ、ね、い,やいっぱいいるいるで結局さあのエンジニアに対するそのリスペクトみたいなものはあんまりなかったよねうん、うん、今まで。て、うん、てかそそもももエンジニアを雇ってもいい 館長って今までないよねだから警察とか防衛省とかって現場あるけども今までの IT をやってた長っていうのはとか省はエンジニアはは、はい、入んないで全部それ外に出たからてだから外に仕事を出す時にはその月いくらっていう人月単価の見積もりしか見てなくて誰っていうの見てないわけで。うんうん だからそれを高いだ安いだって言ってるっていうことはその一歩踏み込んでないんだよね。うん、ところがデジタル庁は本当のエンジニアが入ってきちゃってるんでうん、うん、エンジニアで政策が分かる人が増えてくると、うん、あのデジタル庁はうまくいくと思うんだけど。うんうん、ででももも前ななんかか年も経ってないのかでも、うん 初期に比べたら僕が見てる会議ではエンジニアの人は増えてるような気がするだから方向性としては合ってるような気がする、うん、それとあの役所の人たちのリースキリングっていうのは相当やっぱり彼らはもともとポテンシャルがあ,あるのか結構早いよね学びは、うん、あそうかもしれないですね。うん、な,なんでもともとねジョーさん言ったと思うんだけど。 デジタル庁は学びのバタっていうのもうまさにそうなればいいなと思ってるんでまあマスコミの人はもうデジタル庁叩かないでほしい。いや, <laughs> いや大変なんだからもうちょっと僕だから、うん、国民全員に思うんだけど、うん、もっと当事者意識を ね、出してだったらたつ助けろよと思ってで、ボランティアでオープンソースもあるんだから助けれえばいいのになんかこう横から叩いて、たないと思う。で、責任を追求しちゃうんだけどデジタルで新しいことを取り組んだ時ってその、思うようにいかないことの方が多いじゃないうん、うん、最初ですよ、ねで。思うようにいかないことを役所の定義だと失敗ってなるわけですよ。 この定義のでやっちゃうともうみんな失敗になっちゃうんでうん、うん、そこも変えなきゃいけない。そ,うそれを恐れて逃げたりそうそうやめたりやらなかったりするんす、ね、だから,だからそ,そ,んなのそんなのはもう全然違って新しいことにチャレンジしてる価値と何にもしないっていうことのその責任回避これどっちが偉いんだっていう話をしなきゃいけない。うんうん、な昔から日本に対して いろいろ言われてきたことなんだけどそ、うん、そろそろなんかやんないともう遅いいよねいやーもう、うん、でみんなだんだんその気になってきてそうですよね、うん、そういうのが<で>ただ遅いけど日本人ってやり始めたら、うん、その集中力はすごい、うんうん、でさっきちょっと話に出たあの平井さんに教えてもらった山越の NFT で,、うん、で結構それきっかけに地域活性化の話とかも出てると思うんですけども なんかその辺はあはどんな風になんかデジタル田園都市構想につながってるような気がするんだけどそれってどのぐらい期待しててどういう方向に考えますかあのね今日こ,のここに来る直前にあのシェアリングエコノミー協会とか民泊やってる皆さんが困ってることがあって私のところ相談してて、うん、で話してるとシェアリングエコノミーと今回の Web3 ってものすごくこうケミストリーが合ういいですね。はい でえー、彼らの中で例えば古民家の活用であるとか、えー、そういうものをそれに DAO でやりたいっていう人たちも出てきてるし、まあ、要するにお金儲けだけじゃなくてやりたい人もいっぱい出てきたんでこれもちょっとその新しい資本主義と シェェアリングエコノミーとウブ、うんうん、このかけるかけるの1回トークセッションもありかなって思っていいで、ねうん、で,で面白いのがあのアメリカとかは結構 Web3 まだ金金金なんですよ、うん、で日本でこの山越の話とかもあって結構日本のこういうお金じゃない人たちも早いんですよこいうのがそうすると、うん 海外に対しても海外やってなくはないんだけどもしかしたら日本の方がそっちが事例が先に出てくるような気もするのでそれ結構ブランドとしてはいいと思うんですよねいや。日本らしいでしょ日本らしい。だ結局この日本らしさっていうのはウェブ3の世界は出るなって思っててはる、ねうんうん、かにその大きい世界になってるよね。はい、そうですよね。 そういうマネーの話になると日本人苦手だけど細かくどう使うかっていうこととか <laughs> うん、うん、あの NFT アーティストを日本人ものすごくやってるよねやってます、うん、でものすごくこれ得意分野だよね、はい、だからそっちから入るのかなっててそれはそれでやっぱり応援しがいがあるなと思ってます、はい、あとちょっとスタートアップの話ですけど、うんあのー 岸田さんがスタートアップに投資するっていう話とか出てるんですけど私は、まあ、戦後に次ぐ第2の創業ブームを日本で起こしたい若者が躊躇なくスタートアップに飛び込んでいける環境を整備しますこうしたスタートアップエコシステム育成の全体像を5カ年計画としてまとめるとともに、えー、実行のための 横断的な知れと機能を明確化していきますそれ具体的にどういうことなんですか、国がスタートアップに投資する。今までやっぱりね、まあ、今回の Web3 の,、まあの世界、NFT もそうなんだけど、その日本の企業ってほとんどファンドが入ってないっていうか、まあ、長くやってる株,の株式会社も、もともとはスタートアップなんだ,ったなんだけど、うんうん そのもうなんていうかこう急速に大きくなるっていう会社ではなくまあまあ徐々に世界に広がったっていうまあソニーとかトヨタとかそういうのがあるんだけどアメリカなんかとやっぱりその国の GDP の一番の違いは Web2 のグループがすっぽり日本にないのね GAFAM って言われてる。彼らの,その企業と その大きくなるスピードっていうのは今までの日本の企業ともはるかにスピード感が違ってでやっぱりそのファンドも必ず入っているしそういうアクセラレーションみたいなものがやっぱり日本人は苦手なんだろうっていうふうに思っているので日本も一生懸命やってきてえそのスタートアップやってきたんだけどあの日本で一番 上場そうですマザーズ。今度、うん、ね名前変わったけどだけどもうそこで皆さん息切れしちゃってでそのグローバルにそのやらないんだよね。うんうん、であのこのスタートアップやろうと思った時にこのエストニアのスタートアップの定義、うん、で日本人ってその、ま、全くこのスタートアップっていうのは その起業したら全部スタートアップだと思ってるっ、ねうん。中小企業だったらスタートアップみたいなイメージがあるよねエストニアのスタートアップもおそらくそういう問題があってその例えばスタートアップでそのビザを発給したりとか税制とかいろんなことをするときに日本だと中小企業の延長線上中小企業政策の延長線上で スタートアップっていうのをやっちゃうと結局おそらくグローバルでは全く戦えないスタートアップがいっぱい増えると思うんでやっぱり日本経済にちゃんと貢献するとかグローバルで活躍できるとかもう定義の中に入れちゃおうと思うまで、あ、入れた上でスタートアップの支援策を作るっていうのはもう全部に支援するんじゃなくて本当のスタートアップ、うんうん だから10年未満であるとかそれをやろうと思ってこれは、ねうんうん、次の臨時国会っていうかうん、うん、もうほとんど時間がないんだけど、うんもうね、急いで法律作るでもそれとかさっきの税制とかほ普通に考えると政治的に結構大変な,なこう反対する人がいっぱいいそうなんだけれどもそれは今もうなんか国の戦略として。うん 総理があれだけ言っちゃったっていうこと <laughs>、まああの非常に我々あり,ああのありがたくてもう今回もう日本が、まあ、今までの政策の延長線上に未来はないってみんな思ってるし、うん、でそのことはもう国も認めてるわけですよ。うんうん、だったら今までのその政策の延長線上じゃないものは。 その作っていかなきゃいけないっていうふうに思っててなのでスタートアップの進興法みたいな法律はまあ世界であんまりない,と思うんよねないと思うんだけれどもこれを作ろうとで日本って法律があるときっちりやるのよああなるほどね法律に従ってそうじゃないとあの この企業を応援してこの企業を応援しないとかその境目がまた政治的には非常にその厄介なのでだったらもうこういう志してこういうものに応援するっていうのをいろいろあると思うよ分野はバイオとか宇宙とかまあインターネットそのもサービスもあるだろうしあとソーシャルベンチャーみたいなのがあるし。 まあね、このクリプト系もあるうん、うん、まあこういうのをちゃんと別表でちゃんと書いてそのやろうって、うん、まあでもジャストアイデアは最近なんだけど、うん、これ、うん、だけどそれをやってしまうっていうのがこのデジタル本部の特徴なのでな、ね、ま一気に行こうと思ってますうん、うん、一つ僕の方からお願いがあるのがうん、うん、なんか結構 Web3 って総理が言ってくれたことはすごくよくて。 でやっぱり一部の人の間では Web3 ってテ r ンブル s ス・リーが言ってた W3C の Web3 と違うじゃんとか,、うん、か Web3 ファウンデーションがあるのでこれ特定のブロックチェーンじゃないかとかいろいろ言ってるんだけどもただ Web3 がなぜ重要かっていうと。 ウェブ3って哲学もあるし、この次のウェブ全てのことを言ってるんだよね。で、trusted web とか NFT とかブロックチェーンとかクリプトとかなんとかっていうと、結構、格論に入っちゃうのね。で、結構、こう、次のウェブをやんなきゃいけない、こう、大きな、こう、上位概念をちゃんと定義してるのはウェブ3だけなので、だからあんまり、なんかこう、細かいところにこだわって、なんか W3C がどうのこうのとか、この人がこう使ってるかるじゃなくて、みんなで、こう、結構、大きい概念を言わないと、 全全部が変わるようななな波にならないんでねああ全くそううだと思うそれはあのインターネットの歴史を一番、ね、知ってる、うん、そのジョイさんだからその言えることだと思うんだけど、まあね、最初にインターネットを使い始めた時に今の世の中って想像できたところもあるし、うん、ほとんどできてなくてやっぱりこのガーファームが出てきたこのプラットフォーマーっていうのは、まあ、一つの形ができたけど。うん じゃあ未来英語、うん、この形が永久にその続くのってなるとそれはありえないとみんな思ってるんですそうだとしたらまあいろんなやっぱり考え方をその進めないとだめだと思うんだけどあともう一回ですまない Web45 もあるかもしれないし、うん、いや当然ある、うん、ただこの誰一人取り残さないっていうのがデジタル庁を作った日本のまあ デジタル化の憲法デジタル社会形成基本法、うん、この誰一人取り残さないっていうのは Web3 は難しいね、うん、だから一瞬やっぱりこう溝ができちゃいそうなのでちゃんとそれがみんなが使えるように戻ってくるようにしないとそれ裏切りますよね、うんうん、だからそこでそのどうしたらいいのかなっていうのが、うん、た,ただ最初のところってまだまだ開発中なので、うん なななかなか使いいやすすくできないんできんだから最初のインターネットも結構最初は本当にオタクしか使ってなくて、ね、でだんだん使いやすくなっていったのでやっぱりちゃんとそのインクルージョンを視野に入れながら開発しなきゃいけないと思うんですけどだからまあらでも数年かかりますよね10年はかからないと思うんですけども数年は多分一般のみんなに使われるまではかかるただ間違いないのはこのはこ日本でも年ぐらいからそのねスマートフォンがみんな持ち始めて、はい 今おばあちゃんとかおじいちゃんもみんなスマートフォンですよ、ね、持ってるわけで結局ウェブ3の世界もスマートフォンが入り口になれば参加できると思うんでなんでそのいろんな入り口を作っておかないと私は関係ないっていうことになっちゃうとなんかないかなと思ってる、うんうんうん、だからモバイルは多分1年以内だと思いますあのーね、結構まだ モバイルで動かないものが多いんだけども、うん、それやっぱり開発者があのもう本当にあのプログラマーが自分たちのために作っちゃってるんで、うんね、でもやっぱりあの会社ができてベンチャーができたらみんなあの引っ張り込まないと意味がないので多分それはビジネスが立ち上がってくるとどんどんできるんだけど、ね、だから、うん、そういう意味でそのあそうそれと <laughs> この間うちあのねイーロン・マスクが日本がなくなるって言ったじゃん。はい でこれが結構その物議を醸してていやいやそれもね僕は Web3 と関係してると思ってて社会に若い人たちにこうなんかワクワクした夢がないイコールだと思ってて就職したい会社っていうのがほぼほぼ,ほぼ日本ではなくなってるんだと思うんだよねなんでこのスタートアップの法律を出すのはもう一つの選択肢を 作ろう。でアントレプロナーシップの教育も小学生ぐらいからやろうとでこんな人になりたいっていう人の授業を挟んでいこうなるほどで、そうなると子どもたちってそのもう大人にこうしろって言われるより自分の目でこうなりたいっていうモデルを選択できると思うんだよねでそういうのはおそらくこのまあ Web3 とかこっちの発展系の中にあって そうすると、やはりその自分のキャリアとして、さらに自分の子供にこの社会をこうね続けてもらいたいとか思い始<当><ー>めると思うんで、その自然と増えるためにはそういう選択肢が多い社会で、うんうん、なんかわくわくすることが増やすっていうのが大事だと思う,う命令といののど国となけそ東アアジアの国でなんかあるまで 大きいカマで Be creative って書いてある <あ S 1>。<laughs> そんなんでクリエイティブになれる人 <laughs> いいや、もう絶対無理。それと同じだよ <laughs> いやあであの。もう一つね、日本ものすごくチャンスが来てると思ったのは、これ、ね、円安でしょ、うん、そうですよね。日本の食べ物とかサービスとかホテルにしても、うんうん、海外の人からめちゃくちゃ安くて大丈夫かって言われるぐらいなんですさ。うん、ジョーさん、どう思います、うん、あのすっごいそうだけどビザがあの 観光ビザがないからなかなかこれだからうちも6月にイベントやるんだけどみんな来たくて、うん、いや絶対そうねで,、うん、で来たらみんな帰りたくないくて、ね、いそうそうであの日本ってこの我々が気づいてないような良さがたくさんあるんでここの強みはやっぱりそういうその新しいそのプレイヤーの皆さんがやっぱ、まあ、どこに 世界中探してもないものが日本にあるじゃないですか。そう,すはい、そういう人たちがどんどん日本に来てもらって、うん、っていう環境を作ろうとは々しまそうそうだからあのす。ビザだとかね、うんあの、あとは場所ですよね、渋谷とかこういうところでなんかそういう。うん、はい。まだ、あ、都市部もそうだし、あ地方もそうだし、ねうん。だから今そ,それこそリモートできるから、山古志村でもできるはずですよね。うん、そ,うそうそうそう。<laughs> いやだから若い人たちがすごい頑張ってるんで、うん、そういう。 支援をするために、うんえー、日本の国の法律作,作っとかな、うん、とこかな、ね、と思ってそ今世の中でいろんな話を聞いてその国がそれに対応するっていうと今ある企業の話なんだよね。自分たち困ってるからこうしてくれて、まあ、今回のコロナ禍でのいろんなことをやったりしたんだけどまあ、そういう次の時代に対して。 チャレンジする人たちの支援っていうのはうん、うん、今の日本にとっては非常に優先順位の高い、ねえー、政策だしまあ総理がそういう決断をしたんで、はい、我々それが進めるられるように頑張ります、はい、頑張ってください、はい、期待してます、はいはい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、はい